馬追いは、バッタモクキリギリスカに属する林の馬追いあるいは、畑の馬追いを指す。鳴き声が、孫が馬を追う声のように聞こえることから名付けられた。外見上の違いは、ほとんどないが、鳴き声が異なる。前者は、下草の多い林に住むが、林といっても屋敷の庭程度の量の樹木さえあれば、生息条件を満足する。後者は、 名の通り畑の片隅や消火栓沿いの草原によく見られる。生態は両者ともさほど変わらない。華奢な姿に似合わず肉食性が大変強く他の小昆虫を捕らえて食べる。複数の個体を同じ容器に入れると共食いが頻発する。キリギリスやヤブキリ、カクシコオロギと異なり人工飼料にあまりえずかない。与えても少し口をつける程度である。 一方、生きた昆虫や死んで間もない新鮮な死骸を与えると、喜んで食べる。沖縄本島、南西諸島等に分布。体長20ミリメートル前後で、本州産よりやや小柄。名前の通り足が黒い。黒色部分は、個体差、地域差がある。他、オスの羽が風船上に膨らんでいるのが特徴。深い矢部に住み、動作が素早い。捕食性。 鳴き声は低く、ギュルルまたは、ギーギーギーのように聞こえ、時々、ギュイというような愛の手を入れる。ありがとうございます。